昭和32年に始まった今日の料理、放送開始から60年、名講師たちが紹介したレシピは全国に広まり、家庭の食卓の定番となっていきました。もうベリグッドです。じゃあ終わりましょうね。放送60周年企画、新家庭料理の定番60。定番料理を今の時代に合わせてより作りやすく、よりヘルシーに、1年で全60品を紹介します。ヘルシーで手間もかからず失敗なしという新定番、今日教えてくださるのは渡辺真紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな新定番でしょうか。はい、今日は、チャイニーズです。はい、中華って美味しく作ろうとすると、ちょっと手順が多かったり、はい、材料が多かったりして、実はなかなか難しいですね。はい、そこをぐっとシンプルに家庭で作りやすいようにしました。はい、さあ新定番60の中から今日はこちら、春巻きと焼きそばを紹介します。そしてまずは新定番13番、春巻きです。今日は2種類の春巻きをご紹介します。春巻きは具を炒めて包んで揚げるという、ちょっと作るのに手間がかかりますね。はい、そこで新定番は具を炒めません。エビとささみの火の通りやすい材料をいきなり巻くだけです。なんか簡単にできそうで嬉しいですね。はい、さあ、では教えていただきます。はい、まず、はい、まずそうですね、エビとセロリの春巻きを作っていきたいと思います。はい、セロリですね。セロリは 60g ぐらい使いますね。はい、そして、筋を取っていきます。はい、はい、で薄切りにしていきます。まだいい音。春巻きにセロリってちょっと意外な感じがしますけど、うん、そうですね、すごく油との相性もいいですし、爽やかな春巻きになりますね。はい、一度ボウルに移しますね。そして野菜、葉っぱも葉の方も使っていきますね。セロリの葉も使うんですね。そうですね、香りが強いので、とっても爽やかな風味になります。はい、5枚分ほどの葉を使います。はい、これも細切りにしていきます。はい、あ、なんかね、緑も鮮やかですし、香りもいいです ね。夏らしいですよ ね。本当ですね。はい、そして、塩を振って、はい、軽く揉んでください。はい、そして5分ほど置いて、ちょっと汁気を、水気をしっかり出してください。はい、はい、そして次にエビですね。はい、エビは殻を剥いて、背わたを取っていきます。で、背わたがね、あるものとないものがあるんですが、そうですね、竹串でピューっとこのように、はい、あ、はい、はい、今日はエビ、ブラックタイガーなどをお使いになります。はい、そうですね、はい、出してください。はい、はい、そして、はい、合わせますね。はい、で全部殻と背わたを取ったエビがここにあります。はい、はい、ではここに片栗粉をまぶしていきます。はい、片栗粉大さじ2です。はい、しっかりとエビにまぶすことで、エビの汚れを片栗粉が吸い取ってくれます。うん、これはまず汚れを取るための片栗粉なんですね。はい、そうです。はい、しっかりエビにまぶさったかな。はい、そしたら一度流水で洗っていきます。はい、片栗粉でまずこう汚れをゴシゴシと、うん、そうですね、取って、いやね、結構汚れてたり臭みもあったりするので、しっかりとここで洗ってください。はい、美味しい、ね、こうエビをプリッと食べるためにはこういう下処理が大事なんですね。うん、そうですね、はい、ではしっかりと水気を拭いてください。はい、揚げ物に春巻きにしますから、はい、ちゃんと水気を取っておくことが大事ですね。うん、そうですね、はい、はい、ではしっかりと水気を取ったものを切っていきたいと思います。はい、はい、では、先ほど水気拭いたものを叩いていきます。あ、
そのまま入れるんではなく、ちゃんと叩くんですね。はい、そうですね。ただ食感を出したいので、はい、割とこう大きめにピッとした食感を残して、作りたいので、はい、大きめに叩いていきますね。なんか春巻きの具材ってどうしてもこういろいろお肉を炒めてとかってありますけども、こうやってエビでいいんですね。うん、シンプルなものもすごく春巻き揚げた時にとても美味しくなりますね。ちょっとこう挑戦しやすくなります。はい、そうなんですよね。あれもこれもたくさん入れちゃうと結構難しくなっちゃうので、シンプルな具材で作るっていうのも美味しいですね。はい。じゃあこんなような感じでザクザクザクでいいんですね。ちょっとまとめて、はい、ちょっと食感が残るくらい、はい、叩いてください。そしてこれをボウルに入れていきます。はい、はい。ではここに生姜のみじん切りですね。はい、一かけ分です。はい。はい。そしてお酒が入ります。はい、小さじ2のお酒です。はい。そして塩も入ります。小さじ3分の1です。はい。ここでしっかり手でよく揉み込んでください。こうするとやっぱりこうエビにも味がついたり、生姜の香りとか、ね、はい、あの生姜の臭みも一緒に生姜が消してくれますね。エビの臭みとか癖を取って、うん、取るというか、そうですね。風味よくしてくれる、うん。そうですね。はい。でしっかり揉み込んでください。はい、で一度ちょっと手を洗っていきます。はい、ついていこう。はい。そうしっかりね、あの食材変えるときには手を洗っていただいて、はい、はい、はい、そして、はい、先ほど塩をしてしんなりさせたセロリですね、はい、これの水気を切っていきます。あ、ここでしっかりこう、うん、あ、結構もうすでに水っぽくなるんですね。そうなんです、しんなりしてくるのでしっかりここで水気を取らないと、はい、ちょっとあの皮が破けたり、そうですね、うん、しやすくなってしまうので、でしっかりと、結構出てくるんですよ。結構出ますね。そうなんです。はい、こうしてしっかり水気を取っておきましょう。はい、はい、そして、はい、こんな感じでエビとセロリの準備ができました。はい、いやもう火を使っていないので、ね、もうここまであっという間に準備できちゃいますね。はい、さあ、そしてもう一つ、もう一種類、はい、ささみと、梅と梅の組み合わせなんですね。はい。はまずささみは筋を取ってください。はい、はい、そして細切りにしていきます。お考え方としてはちょっとエビと似ていますね、うん、こうパクパクと切っていけば、うん、もうこんな感じで切ってください。はい、あ、もうそれぐらいの大きな感じでいいですね。はい、はい、はい、そしてここに、お酒を入れます。はい、お酒入りました。はい、小さじ2です。で種を取って、包丁で叩いた梅干しですね。はい、梅干し3個分です。はい、そしてよく混ぜてください。まあ、確かにささみと梅ってなんか合いそうですね。うん、合いますよね。もう黄金ですよね。うん、誰もが好きな。でちょっとこう、うん、なんか夏らしい感じもしますね。はい、さっぱりとした味になりますね。はい、はい、でしっかり混ぜてください。はい、では2つの具材が出来上がりました。はい、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 ね、ここまであっという間にもう具を炒める手間がありませんでしたね。うん、そうですね、あの破ける心配もないですし、うん、あの簡単でもう早くできますね。はい、炒めるとなんか冷ましたりね、する手間がありますけども、もう熱がちょっと皮を破けたり、うん、してしまうので、はい、今日はそれをしません。はい、簡単にできちゃいます。はい、さあ、いよいよ包んでいきます。はい、ではまずささみと大葉を包んでいきますね。はい、2等分に切った大葉を乗せていきます。はい、そして、先ほどの梅を混ぜたささみも乗せますね。はい、はい、なんか梅がつなぎのようでなんか乗せやすそうですね。うん、そうですね、ポロポロしない感じが塊、そうですね、つなぎになってます ね、 そうですね。はい、で、水で溶いた小麦粉ですね。はい、これを海苔の代わりにして、小麦粉小さじ4に水大さじ2で溶いたものです。はい、そして入れていきます。はい、はい、そしてもう一つですね。そっ
か汁気を少なくしてるから破れる心配も、どうしても汁気が具材が多いと、うん、皮がね破れやすくなってしまうの で、ね、その心配は今日はないんですね。はい、そしてエビと先ほど叩いて生姜を混ぜたエビと水気をしっかり絞ったセロリ、うん、ね、あ、この組み合わせもすごい。そうなんですよ、ちょっと、ね、爽やかでいいですね。そうなんです、夏らしい、ねね、本当ですね。はい、そして、はいはい、巻いていきます。2種類の春巻き作るとすごく手間そうですけどこれだったらそうね、パパッとできちゃいますね。ね、温めたものを冷ます時間って結構長いんですよね。待つ時間が、うん、はい、では揚げていきます。はい、今日はフライパンで2センチぐらいのサラダ油が入っています、はいうん、はい、はい、ここにちょっとごま油を少しだけ足しますね。ごま油ですか、うん、そうするとすごく風味のいい揚げ物になります。はい、はい、ではここに入れていきます。春巻きは割と油も少なめにできる揚げ物かもしれませんね。うん、そうですね。そう、返しながら、はい、色づくまで揚げてください。はい。はい。温度が170度で5、6分ほど揚げてください。はい、返しながら色よく揚げていってください。はい、さあ、いい感じで揚がったものがこちらにございます。はい、こちらになります。はい、これぐらいの色になるまで、ね、そうですね、はい。しっかりと揚げてください。はい、ではちょっと盛り付けていきます。揚がってるかなと、はい。あ、いいですね。はい。じゃあちょっとエビの方も。はい。この中をね、見るときが楽しみでもありますよね。そうですね。はい。このような感じで、はい、こちらエビと、あ、ささみとね、はい、あ、いいですね、はい、美味しそうに揚がってますね。ではちょっと盛り付けていきます。わー、いいですね。春巻きは本当なんか子供でもね、うん、なんか年配の方にもみんな好きですよね。ね、そうですよね。はい、あ、その方がはい、ではちょっとレモンを最後に絞って爽やかに食べてください。はい、はい、はい、出来上がりました。はい、春巻きの完成です。はい、春巻き出来上がりました。あっという間に2種類できちゃいました。はい、いただきます。じゃあエビとセロリから。はい、うん、おいしい。エビプリプリですね、うん、生姜の味がまたいいですね、爽やかに、うん、何にも少なくてもちゃんと味が、そうなんです、タレとかをねつけなくていいので、はい、このまま召し上がっていただいて、うん、お弁当なんかにも入れていただくのいいかと思います、うん、ささみとお梅も合います、はい、うん、これもなんかさっぱりいただけますね。そうですね、うん、美味しい、はい、では材料をおさらいします。主な具は火の通りやすいエビとささみです。炒めずそのまま巻いていけばいいので時短にもなります。水が出がちなセロリは塩もみをして水気をしっかり絞ってから使います。具には下味をつけてあるので食べるときは軽くレモンを絞るだけでいいんですよ。暑い日にぴったりの軽い味わいです。さあ続いては新定番14番あんかけ焼きそばです。はい、香ばしく焼いた麺に具沢山のあんをかけました。麺と具は別々に火を通すことで麺の焼き具合やあんのとろみも失敗なくできますね。はあ、いいですね。失敗なくできるんですね。そうなんです。はい。じゃあ、はい、準備からお願いします。はい、まず、タケノコと長ネギがありますね。はい、タケノコは細切りにしてください。はい、お願いします。はい、で長ネギも斜め薄切りに切っていきます。2人分でネギが2分の1本分です。この緑のところもいいですね。そうなんです、うんうん、もう薄く切るので、はい、緑のところも彩りになりますので一緒に使ってください。はい、はい、そしていきます。タケノコは細切りにしたもの 100g です、
はい、このようにタケノコもネギもこう薄く切るんですね。そうですね、野菜薄く切ることで野菜は短時間でムラなく火が通りますね。はい、はい、そんな工夫がしてあります。はい、さあそしてお肉ですね。お肉です、今日は、豚肉の薄切り肉ですね、はい、これに、を細切りにしてあります。はい、はい、豚ロース薄切り肉 150g に片栗粉が、はい、大さじ2と1/2ですね。2と1/2、はい、はい、を入れてちょっとまぶしていきます。ここで片栗粉をまぶしておくんですね。はい、そうなんです。あんかけ焼きそばってこうあんかけってとろみつけがすごく難しいですよね、はい、うん、ちょっと硬くなりすぎたり、うん、柔らかくなりすぎたりしてしまうんですけども、こうやって豚肉にまぶし先にまぶしておくことで、少ない水分でも全体に行き渡ります。あ、そうなんですね。はい、はい、このようにまんべんなく、はい、お肉に片栗粉をまぶしておいてください。はい、はい、では、はい、焼いていきたいと思います。はい、まず麺ですね。はい、今日は焼きそばの麺を使います。はい、はい、そしてフライパンにごま油を入れてください。ごま油大さじ1に、はい、中華麺いわゆる焼きそば用の、そうですね、はい、でちょっと軽くこの辺を形はほぐしながら、はい、もう焼いていきます。そうなの、はい、ソース焼きそばだとここでこう崩したりしますけど、うん、そうなんです、これはもう崩さないで、うん、表面を香ばしくカリッと焼いて中はもちもちという感じで作っていきます。じゃあこんなままでいいんですね。はい、そうです。はい、はい、はい、すみませんありがとうございます。はい、では、はい、今度あんの方ですね。はい、では熱したフライパンにごま油と千切りにした生姜を入れていきます。はい、ごま油が大さじ1/2、はい、生姜1かけ分です。はい、で香りが出るまで炒めてください。はい、なんかあんかけ焼きそばなんて本当に、うん、うちで作ったことないんですけど、なんかお店のものっていう、そうなんですよね、うん、私でもあんかけ焼きそばが大好きなんです。わかりますなので家でも簡単に、作れたらいいなと思って、はい、そうですね、いろいろ考えた末に出来上がったメニューですね。あんのとろみがね、難しいですよね。うん、そうなんですね。でも、秋さん、これ、どうでしょう、麺をずっとほったらかし状態ですけど、見てもいいですか？もう動かさないで、動かさない、ちょっと表面だけを見て、どうかな。そう、もうちょっと、ね、もうちょっと、ね、カリッとするまで。カリッとするまで、はい、触らずに見ておく。はい。はい。そして、お肉もちょっと色が変わるまで、うん、ほぐしながら、片栗粉がついているので、はい、ちょっとほぐしながら焼いていきます。このあんのね、うんうん、とろみ具合が本当難しいなと思うんですけども、ね、今日はこの今のこの豚肉の周りのお粉が、うん、そうなんです、これが秘訣ですね。よくこうあんかけ作って後からまた足したり、あ、そうそうそう、また緩めたりとかっていうことを繰り返し、そうなんですよね。それがなく失敗なく作れますね。嬉しいですね。はい、でもちょっと抜きますかね。はい、このカリカリ麺もちょっとね、こうお家でこんな風にできるんだって。どうでしょう、どうでしょうか。ちょっとちらあ、はい、もうちょっとかな。もうちょっとですね。いいですね。はい、あ、でもこれお子さんと一緒にちょっと焼きそば見ててなんて言って、うん、そうですね、うん、うん、どうかなどうかな、あ、この辺もちょっと焼こうかなと楽しいかもしれない。いいですね、このカリカリがいい感じなんですね。そうなんです。はい、そして、はい、お肉もちょっと色が変わってきましたので、はい、先ほどのタケノコ、はい、タケノコ水煮ですね。水煮ですね、はい、タケノコの水煮です。はい、細切りにしたものです。そして、長ネギの斜め薄切りですね。はい、そして、うずらの卵の茹でたものを入れます。はい、どうでしょう、なんか、なんかいい感じになってきて、ひっくり返して、はい、はい、お願いしますはい、じゃあちょっと形をこの形のまま、そうですね、ほっとほっと、おー、カリカリ、あー、あー、いい感じ、そうですね、はい、でね、ちょっとね、形を丸く整えながら焼いていきましょう。はい、あー、これは美味しい、もう美味しそう、もう見えてきましたね。はい、ちょっと全体を野菜を加えた後、さっとしんなりするまで炒めてください。
はい、そしてお酒が入ります。はい、酒が大さじ2です。はい、そしてお水が入ります。水がカップ2です。はい、はい、でしっかり煮立たせてアクを取りながら、はい、蓋をしてとろみがつくまで5分ほど煮てください。はい、これでコトコト煮るととろみがついていくんですね。そうなんです。はい、はい、さあ麺どうでしょう。どうでしょうか。あ、そうですね、裏もちょっと良い感じでついてきましたかね。はい、はい、では器に入っていきます。はい、トロトロにこのパリッとした麺が、ね、そうなんです。これがね、美味しいんですよね。へ、ね、すごい。そうなんです。家でもね、はい、簡単にできる。できる、できる。はい。これなら私でも。はい。ジェイさんでも。できそう。はい。はい。さあ、あんはどうかな。どうでしょうか。はい。はい、まあ、これぐらいまで、うん、そうですね。5分経つと、これぐらい。はい、煮詰まります。おー。ちょっとこう、どれぐらいトロッとしてるか。うん、あ、どうでしょうか。うん。もうお肉の粉だけでこんなに、そうなんですよ、とろみが、はい、とろみがついてますね。はい、はい、では味付けていきます。はい、まずオイスターソースが入ります。オイスターソースが大さじ2です。はい、そしてお醤油が入ります。醤油小さじ2です。はい、あのパリッパリの麺に、はい、このトロトロあんがいいですね。いいですね。はい、では最後に香り付けでごま油も加えていきます。はい、すごい、はい、ね、これ麺じゃなくてご飯でも、ご飯もそうです。どうしても麺がない時とかちょっと気分を変えるとかね、うん、そうなんです。うわー、すごい。はい、では先ほどの麺にかけていきましょう。はい、このパリッとした感じとトロッとした感じ、最高ですね。すごい具沢山。お野菜も一緒に取れて、うん、いいですね。そうなんですよね。もうこれさえあればバランスがとってもいいですね。そうですね。はい、ちょっと卵が流れちゃったって。はい。元気がいいです。はい。そう。はい。はい。あんかけ焼きそばの出来上がりです。はい、あんかけ焼きそば出来上がりました。いやー、美味しそうですね。このパリパリ感とトロトロ感、はい、いただきます。よく絡めて、よく絡めて、はい、うん、うん、音聞こえます。パリパリ、パリパリ、うん、そうなんです。またね、このパリパリがちょっとしっとりして、うんうん、あんと絡むとすごく美味しいんですよね。あんのとろみ加減も、はい、味もすごくいいですね。こんな美味しく家庭でできちゃうんですね。はい、これはぜひぜひですね。では材料をおさらいします。麺はあまりほぐさずに両面に香ばしい焼き目をつけました。具のタケノコとネギは短時間でもムラなく火が通るよう細切りと薄切りにしましょう。そして失敗しがちなあんのとろみは豚肉に片栗粉をまぶしてから焼くことで全体的に滑らかに仕上がります。今日は2品教えていただきました。はい、この焼きそばもね、美味しいですね。そうですね、あの本当にあんかけ焼きそばをお家で作らないっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、うん、こうやってあの具と麺を、はい、あの一緒に炒めて作る焼きそばよりも別々に作ることで、うん、あの麺と具も食感が良くってすごく美味しいあんかけ焼きそばが簡単にできますね。はい、はい、もう本当にあのぜひぜひ皆さん家庭で楽しく簡単にできますからね、はい、試していただきたいですね。今日は渡辺真紀さんに教えていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今日ご紹介しました料理はテキストの6月